私は奏、25歳。高校時代から付き合っているアルトに、数ヶ月前にプロポーズされ、結婚が決まった。今日は結婚式の打ち合わせのため、アルトと一緒に式場に向かっている。ついに打ち合わせも3回目だな。いよいよ具体的に話が進んでいくのか。まあ、奏も結婚式楽しみだよな。ウェディングドレスもこの前決まったしな。奏、聞こえてるか？ごめん、ぼーっとしてた。何の話してたっけ？最近の奏、ぼーっとしてることが多くないか？悩み事か？ごめん、結婚式ってやることたくさんあるなって考え込んじゃって。それだけ？実はアルトの言う通り、最近の私は少しだけ悩んでいることがある。それはアルトとの結婚のこと。私とアルトは高校時代から付き合っていて、8年以上の関係になる。付き合ってきた8年間、アルトはずっと女の子にモテてきたのだ。アルト先輩、そんな様子をずっと見てきたせいか、結婚を前にアルトのお嫁さんが私でいいのかどうかを悩んでしまうのだ。アルトのお嫁さんになれるのは嬉しいし、プロポーズももちろん嬉しかった。でも彼にもっとふさわしい奥さんがいるかもしれないとか考えちゃうんだよね。はぁ、マリッチブルーってやつだぷんに。で、奏、式場に着いたぞ。何通り過ぎてるんだよ。ごめん、いけない、またアルトに心配をかけちゃうところだった。はぁ、本当に大丈夫か？お待ちしておりました。アルト様、奏様、お久しぶりです。あ、サバエさん、今日もこのサバエ花子にどうぞお任せくださいね。素敵な結婚式にしましょう。どうも、お世話になります。よろしくお願いします。この人は私たちの結婚式の担当プランナーのサバエ花子さん、28歳。それではお席にご案内します。二人とも置いてかれずについてきてくださいよ。今日もサバエさんはサバエさんだな。そうだね。実は私が結婚を憂鬱に感じているもう一つの理由は、このサバエさんにある。なぜサバエさんが理由なのかというと。さあ、今日は披露宴会場のテーブルクロスの色を決めていきましょうね。ちょっといきますよ。はい。俺、こういうの全然わからねえわ。奏でどの色がいいとかある？そうだな。たくさんの色があって悩むな。この指輪となんか焦らされるから嫌ぷんに。落ち着いた雰囲気にしたいから、これかな。嘘でしょ。すみません、ちょっと奏様が選んだクロスの色があまりにダサかったのでおかしくって。私みたいにセンスある人間は絶対に選ばない色ですよ。すごい。そんなにダサかったかな。ちょっと、まあ神父さんがその色がいいっていうことですもんね。それならそれにしましょう。時間もないですし、次に行きましょう。ゴーゴー。こんなプランナー絶対にやだぷに。私がサバエさんを苦手な理由はこういうところ。サバエさんは自称サバサバ女子で、思ったことを何でも言ってしまう人間なのだ。それは本人も自覚しているようで、初回打ち合わせ時の時には、私思ったことを何でも言っちゃうサバサバ系女子なんですよね。よろしくお願いします。はあ、といった感じで強烈な挨拶を交わしてきたことも記憶に新しいのだ。本当のサバサバ系女子は自分のことをサバサバ系だなんて言わないぷんによ。その話通り、サバエさんは何でも正直に話してくるのだが、そのほとんどが私へのダメ出しやマウントなのだ。最初はワクワクしていた結婚式の打ち合わせも、そのせいで憂鬱に感じるようになってしまった。はあ、サバエさん自身に悪気はなさそうだし、そういう性格なのかもしれないけど、やっぱり傷つくしへこむんだよね。そういえば、この前衣装の試着に行かれてましたよね。お衣装はもう決まられましたか？はい。それなら雰囲気を把握したいので、衣装のお写真拝見してもよろしいですか？こちらです。何を言われるか怖くて、本当は見せたくないんだけど。ありがとうございます。わあ、そうなんですね。何かありましたか？
なんだか嫌な予感がするな。ええ、何ってことはないんですけど、ドレス地味だなと思って。やっぱり地味ですか。このでそうですね、なんかもっといいドレスがあったと思うんですけど、まあ神父様はそんなに顔が派手じゃないし、これくらいがちょうどいいのかな。かわいそうで見ていられないプニ。うん、うわ、アルト様タキシードお似合いですね。やっぱりイケメンは何を着ても映えるんですね。え、あ、ありがとうございます。おい、そうじゃないだろプニって。そうじゃなかった。サバエさん、ちょっと言い方がきつくないですか。奏のドレスが地味だとか。プランナーさんには結婚式に向かって気持ちを盛り上げてほしいんですけど。そうだそうだプニー。言い方きつかったですか。すみません、私サバサバ系女子なんで、思ったことはっきり言っちゃうんですよね。神父様、あんまり気にしないでくださいね。いや、またサバサバ系女子を理由にしてる。サバサバ系女子って言えば人を傷つける発言をしてもいいの。そもそもサバサバ系女子ってそういうことだったっけ。かなで、それじゃあ次の話に進みましょう。おい、お前のせいだプニよ。打ち合わせ終了後。はあ、今日も打ち合わせ長かったな。やっと終わった。あの後もサバエさんにマウントを取られ続けて疲れた。はあ、こんな気持ちのまま結婚式を迎えていいのかな。そもそも私ってアルトに釣り合ってるのかな。カナデ。え、もしカナデがあの式場が嫌だったりサバエさんが苦手だったら変えてもいいんだぞ。俺はカナデと幸せな結婚式を挙げたいんだよ。アルト、私アルトに心配かけちゃってる。私が暗い顔ばっかりしてるから、こんなんじゃますますアルトにふさわしくないお嫁さんになっちゃう。大丈夫大丈夫、サバエさんのことなんて全然気にしてないよ。ああ、結婚式楽しみだな。本当か。うんうん。こうして私はアルトに正直な気持ちを打ち明けられないまま結婚式の準備を進めていったのだった。その後の打ち合わせでも断るごとにサバエさんの言動に傷ついた私。そんな派手なブーケじゃ神父様の顔が目立たないですよ。ただでさえ地味顔なのに。正直日を追うごとに結婚式は楽しみじゃなくなっていった。それじゃまた次回の打ち合わせでお待ちしております。今日もいろいろ言いたい放題言われて終わった。うん、疲れた。ねえ、先ほどの神父様すごく暗い表情をしてたけど大丈夫なの。はあ、この私が担当してるんだから大丈夫に決まってんでしょ。人の担当案件に口出してこないでよ。気分害されたわ。ちょっと休憩行ってきます。本当に大丈夫だといいんだけど。そして迎えた結婚式当日。ついに結婚式当日になっちゃった。結局ずっとモヤモヤは晴れずにここまで来ちゃったけど。いやいや、そんなこと考えても意味ないんだから。今日は結婚式を楽しむことに集中しよう。それでは神父様、挙式が始まりますのでご移動をお願いいたします。なんだかすっきりしない感じだぷにな。ついに本番だな。いろいろ大変だったけど今日は楽しもうな。うん、大丈夫、アルト君はこんなに優しいんだから。遅れてすみません。あ、サバエさん、すみませんね、ちょっと寝坊しちゃって。結婚式当日に遅刻か、なんだかな。大丈夫ですって、準備はこの私サバエがちゃんとやってますから。はあ、二人は大船に乗った気分でって神父様。え、ちょっとちょっと、表情暗すぎますって。え、そんなんじゃこれからの結婚生活も真っ暗になっちゃいますよ。だいたい神父様ってずっと暗い感じでしたよね。花嫁さんがこんな感じじゃダメですよ。最悪離婚ってことにもなりかねないですから。ちょ、かなで、ひどいよ。私だって結婚生活への不安でいっぱいなのに、アルト君の奥さんがこんな私でいいのかなとか、いつか捨てられちゃうんじゃないかなとか、不安を押し殺して今日の結婚式を楽しもうって決めたのに、こんなこと言われたら、
やば。やばじゃないとによ。離婚だとか暗いとか挙式の直前にする発言じゃないだろう。奏を泣かせてどうしてくれんだよ。いや、私は神父様の緊張をほぐそうとしただけで悪気はなくて、私サバサバ系女子なんでよくやっちゃうんですよね。すいません。はあ、あんた舐めて大丈夫ですか。え、どちら様。ラム、あんたこんなところで何して。神父様、結婚式を迎えるにあたっていろいろ不安なことも多かったですね。お気持ちお察しいたします。え、あのこの人は。ああ、この人は私の同僚プランナーのラムって言って。何勝手に私の担当の神父様に話しかけてんのよ。そうなんです。私ここまでずっと不安で、アルトの奥さんは本当に私でいいのかとか。え、サバエさんからも地味だの暗いだの言われて、どんどん自信がなくなっていって。うう、やっぱりこんな気持ちじゃ結婚式はやめた方がいいんじゃ。神父様、落ち着いてください。大丈夫ですよ。あ、神父様が選ばれた方はとても素敵な方です。それは神父様ご自身が一番ご存知なんじゃないですか。新郎様は本当に神父様のことを愛しているからプロポーズされたんですよ。そうですよね、新郎様。え、もちろんだ。俺には奏しかいねえ。俺の奥さんは奏だけだ。だからプロポーズしたんだ。ヒューヒュープニン。アルト君、不思議。ラムさんの言葉とアルト君の言葉を聞いたら、ずっと感じてたモヤモヤがすっと晴れた。ありがとう。私結婚式あげたい。アルト君のお嫁さんになりたい。奏、よかったプニン。何よ、神父が落ち込んでたのは私のせいだっていうわけ。どう考えてもそうでしょ。ラム、大体なんであんたがここにいるのよ。勝手なことして。この前の神父様の暗い表情を見てなんだか心配で来てみたのよ。ただでさえあなたは神父様とトラブル多いから。な、同期のよしみで教えてあげるわ。サバサバ系女子と失礼なのは全く別物よ。あなたのやってることはサバサバなんかじゃなくて、ただ失礼で無神経なだけ。そもそも神父や新郎の気持ちを傷つけるようなプランナーはプランナー失格よ。今日のアルトさんと奏さんの結婚式の進行は私がやるわ。もちろん上司にも許可をもらってるから。そんな。それじゃもう挙式も始まるから。ちょっと待ちなさいよ。サバエさん、ちょっといい。この結婚式はもうラムさんにお願いしておいたから、今後のことをちょっと話し合おうか。うん、いい。その後結婚式はラムさんが円滑に進行してくれた。おかげで無事に終えることができた。おめでとう。カナデ綺麗だよ。アルト、カナデさんのこと大事にするんだぞ。ラムさんは当初予定していた企画以外にサプライズ演出をしてくれて。はい、それでは今から新郎様から神父様へ普段言えない思いを伝えていただこうと思います。え、何それ、予定と違うじゃん。このサプライズのおかげでアルトがどれほど私を大切に思ってくれているかを改めて知ることができた。高校の時に一目惚れしたから、俺はずっと奏一筋だ。奏とはおじいちゃんとおばあちゃんになるまで一緒にいたいと思ってるから。キュン、こっちが照れちゃうプニーよ。結婚式前の不安はどこへやら。うん、私もアルト君とずっと一緒にいたいよ。結婚式の間中、私はアルト君のお嫁さんになれる幸せで胸がいっぱいだった。あれから数週間後、結婚式を終え、私はアルト君との幸せな結婚生活をスタートさせた。あ、ラムさんからお返事が来てる。結婚式後、私はラムさんにお礼の手紙を書いて送ったのだ。何？ラムさんからの手紙によると、あの後サバエさんは上司から降格処分を言い渡されたらしい。本当にサバサバ系女子っていうのはラムさんみたいな人のことを言うんだよ。君はただ無神経なだけ。というわけでプランナー見習いに降格ね。今サバエさんは
ラムさんの元でビシバシしごかれているらしい。神父様の気持ちを考えたらそんな発言出てこないでしょ。やり直し。はい。私のようにサバエさんの言動に傷つく花嫁さんが減るといいな。いろいろと辛いこともあったけど、ラムさんに出会えて結婚式を無事に挙げられてよかった。おかげで私は自分に自信を持てて、アルト君との新婚生活を満喫できている。あれ、手紙来たの？うん、ラムさんからお返事が来たんだ。かなでです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。サバサバ系女子って言ってもプランナーとして言っていいことと悪いことがあるよね。プランナーじゃなかったとしても失礼すぎてありえねえよ。ラムさんの再教育がうまくいきますように。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄でよろしくな。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おう。